どうもこんにちは。250番です。シラフジャンキーです。矢沢君です。シラフジャンキーさんとカンボジアの刑務所に入っていた矢沢本家さんです。前回の250番の動画では、はい、まあ、刑務所の中のことを聞いたんですけど、はい、結構自由ってことですね。うん、自由ですね。外でカンボジアで遊んでた時は何がシャバだね。はい、シャバで よくてカンボジアにいましたか。私もね、当時は薬がね、薬嫌いじゃなかった好きだったってことですね。物価も安いしね。向こうではモイジーって言うんですね。これ4グラムなんですよね。4グラムを刺して200ドル以下です。それ目的に来てる人が多かったですよね。ああ、薬で、お姉ちゃんと一緒に決めセクをまあ、そういうところですよね。やると一晩中3日はやってますよね。あ、セットで売ってるってことですか、向こうで。いや、バランスよ。あ、バランスなので、で、3日ぐらいもう楽しめるんですか。楽しめますね、それをすると、はい、1週間ぐらいで全然。それ何回ぐらい、キメセクのその辛みの回数は何回ぐらい。だから、本当に薬が決まっちゃうと霜が縮まないんで、はい、3日ぐらい、3日ぐらいやりまくるんです。そうです。もうじゃあ20回、30回射精してる感じ。それが止まらないから、あれは覚えない方がいいですね。ああ、それを知っちゃうともう普通でいられなくなっちゃ う。普通がつまんなくなっちゃう。だから女なんか特にズボラです。最終的に男じゃなくて薬のそのパッケージについてってしまう。はい、やっぱり決めせくでしょ。はいはいはい。彼らはやめてないんですよね。やめられない、うん、私はやめてないんですよ。本当にやめたんですよ。最近も短いし、ね、若い人はちょっとやっぱりそうですよ。ちょっと考えてからね、大腸がすごいお腹空いてるんだよ。お腹空いてもう死にそうだったもん、はい、そこで自分の大好物が出てきてる。あ、ね、それ我慢できますか。それ食べちゃいますよね。それと一緒ですよ。見たり話を聞いたりするときついんですね。自分も経験あるんで分かるんですけど、その話をしてるときまあ、はい、出されても、間違いなく僕はやらないですけど、感覚を思い出しちゃうときはちょっときついですよね。よく夢を読むよね。それ俺の友達ですか。やってもやっても聞かないんだよね。やらないこうしたことないですよ。じゃあ田代正史の気持ちも分かる。分かりますよ。分かる。彼はもう一生やめられないでしょうね。 ある意味ちょっと開き直ってる感ありますよね。出てきてもすぐなんか誰かが連絡するんですかね。あれだと自分は行っちゃうんでしょうね。あ、だから自分から行かなければやらないそうなんですよ。近寄らない。それが行っちゃうんですよ。行ってしまうとやっぱあれがやってしまうんです。はい、私は近寄らないようにしています。カンボジアの刑務所のここがいいってとこありますか。ここがいい、まあ、おすすめするような場所じゃないと思うんですけど。いや、これ僕 Facebook に6年ぐらい書いたんですけど、はい、Facebook に一つだけ書いてないことがあって、はい、今日サービスで話しますけど。ありがとうございます。主演の女の子がいたんですね。でそのことはやってないってことになってたんですけど、まあ、当時やっぱりカンボジアでリアル配信してたから世界一に力入れたらどうしようって言われて、建設中のトイレの中でそのことになりました。はい、何の50度払って、あ、その刑務所の中でってことですか。女主演ですね。トイレで女主演。可愛かったですか。あ、女性の囚人の方ですか。違う、主演ですね。主演って何ですか。受付っていうか、受付って警備です、保守官の。それでできるんですか。50ドルってでも普通に考えて結構な額ですよ。ですよね。まあ、100円にしても5万。いや、50ドルだから5000円ですよ。あ、5000円。ああ、5000か。500ドルが5万ですね。あ、で、その子の給料は当時1ヶ月で50ドルでしたから、15万ぐらいです。15万ぐらいです。16万ぐらいです。そうですね。だからこれはさすがに3分だけなんですね。あ、リアルで配信してたわけですね。そうです。生人生中の人も監視してるんですか。その Facebook に何か書いてねえかなとか。
バレ、それがバレたらまずいから、Facebook だけは固くしてやってましたね。そのログインの履歴とか、そうですね、ウェブのページが見られないように、そうですね、パスワードもしっかりロックして、そう、まあ、そういう電話取られたら、100でも200でも出して、返してもらう。まあ、そうですね、そういうのないとやってらんないですよね、異国の地に行って。ちょっとでもやっぱり。それがあるし、刑務所の中もバトルしてる。刑務所の人間にバレて、また何とか罪とかって、かまわせば、でたらめな国なんで、ケーキ食べちゃってもしょうがないし。結構適当なんですか？適当ですよ。一人一人殺してもね、3年ですよ、パレスチナは。バトルになって、遺族と議論して。あ、交通事故なんか特に最初は刑務所にやりますけど、まあ、200人の対象金を積めばすぐ釈放ですよ。それが殺人だとちょっと上がるけどね、3万ぐらいして懲役が3年ぐらいかかる。まあでもカンボジア人にとってはそれ結構の額で、うん、だけど彼らはね、お金作ってくるんですね。それ親戚一同がね、きっとね、お金を出し合うんだと思うんですよ。助け合うっていうことを彼らは、そういう昔からのね、そういろいろこのことハトラのいろいろあるじゃないですか。あ、そういう団結心みたいな。あ、助け合う、まあ、中には大金持ちの姿もいましたけどね。大金持ちの姿なんか何度もあるな、あいつ殺したんだよ、そいつ二人殺したんですよ。うざいからね、二人殺しちゃった。そいつは2年ぐらい出てきました、あいつみたいな。そいつがもう中でも金持ってるやつはもう安全。ボスはどうやって決まるんですか、中の。中のボスは自然と決まりますね。自然とっていうか、ジャンケンとかの結果とかじゃなくて、雰囲気みたいな。そうですね。なるほど。部屋の中でよくするにはボスに頼むかで、刑務所の部屋以外でよくするには主演みたいな。ちょっと新しい携帯買ってしまいますね。お酒も飲めるし、うん、携帯も使えるし、タイマーも僕に。あ、タイマー OK。僕にってことですか。だって差し入れでハッピーピザ入りますか、ね。ハッピーピザって、はい、ピザの上に何なんかマリファナ乗ってるんですよ。マリファナ1枚食べたら切れちゃう。2枚2切れ食べれば結構ついちゃうんですよ。自分ラオスでハッピーピザ食べたことあるんですけど、気持ち悪くなりましたね。もうなんか嫌な気持ちになりました。それ何が混ぜられてたかは分からないんですよ。何も確認してないんですけど、大体葉っぱじゃないかな、樹脂系。ああ、ラオスで捕まったら死刑ですからね。あ、そうなんですか。マレーシアとかもそうですよね、死刑です。カンボジア死刑がない国ですから。ああ、1人殺して懲役80年とか8人そいつ金ないから懲役80年固定ですよ。アメリカとかに比べたら全然あっちな、懲役何百年とかありますね。でも80年も経ったらもう80年30年、まあ無期懲役というか終身刑と一緒ですけどね。よっぽどの御社がないけどね。御社が好きなんだけどね。あ、ただその御社買うのもお金が必要ですから、はい、全て金、金次第です。じゃあその御社っていうのは仮借みたいな感じですね。日本でなんか御社ってちょっと短くなるみたいな。満期がそうどんどん御社もらうと短くなるみたいな。東南アジアとか結構そういうの多いんじゃない。多いですよ。いや、日本でも昭和天皇が死んだ時御社あったんですよ。そうなんですか。政治犯以外は政治犯だけかも。なんかありましたね。刑務所の中で割と比較的自由だったっていうことじゃないですか。で、女の監視の人ともできちゃって、根性いりました、ね。まあ、そうですよね。で、これもできるし、タバコは吸ったら銃ですからね。マリファナは普通にさも吸えるまで吸えるということですよね。僕はあんまり好きじゃないんで。じゃあ本当その日本に帰れないっていうこと以外は割と快適スタイルですけど、快適。暑いからね。塀の外に行けないっていうこと以外は、まあ、一つの町に住んでるってことですよね。僕の地にいるようです。そうですね。ないものは、まあ、
女ぐらい。そうですね。そこに女がいればもう満足みたいな。そうですね。そんなこと結婚して子供作ってすごい先生でもいいなって。ああ。これなんか面会の時に、はい、僕実は Facebook を 見たことがあったんですよ。はい、なんか面会の時になんかイチャつけるみたいなことが。チューチューやってますよ。書いてあったよ。チューチュー。胸に鉄込んだり面会の時に、うん、ズボンでやるなって言ってやっちゃったりすごいなんですか。考えられないですよね、日本だともうこれで、ね、触ること自体できないんで、うん、面会もだから今はもうガッと言って聞きましたけど、僕がいた頃は100人ぐらいで来ました。あ、一斉に。そう、あの映画のプリズンブレイクみたいに、そうです、こう一つのその広場というかホールみたいな場所で一斉にみんな面会してるからもう何やってるか分かんないですよ。ただ試合は立ってますよね。あんまりひどいと本物でコツアンと止まったり、そしたらちょっとちょっと見逃してくれよみたいな。そうそう、僕いいですよ。キャバ嬢に手出してて強引にあっちっとけってやるような感じですよ。そうですね。なるほど。まあそんな感じでカンボジアの刑務所は比較的楽ということですね、日本に比べたら。そうですね。まあでも言葉通じなかったり、言葉はね、まあ片言、そうだな、日本人で言うと幼稚園生ぐらいの言葉を覚えましたね。あ、覚えました、まあ、まあ覚えますよね、どこ行ったら。日本人っているんですか。いますよ。で、あとから2人入ってきて、そこまでか、ね、その後はどの客もしません。まあじゃあ数名は日本人もいるんで。今でも一人は確実にいます。 F さんですよね。そうですね。入ってきたヤクザの人は天国だって言ってました。このヤクザの人も薬入れる。薬ですね。やっぱり女に薬を抱きつかれて持ったりするのもいいらしい。はめられちゃった感じですか。まあ、警察がポイントになるから外国人捕まえると。警察と組んでんですよ。なんか外国人を捕まえると確か結構ポイントが、うん、僕の前日本人はずだったらインターポールの方に連れてられましたけど、うん、なんかもう 手柄が結構でかいんじゃない、多分のがあるんですね。あと多いのが中国人ですか。あ、中国人自体がカンボジアの多いですからね。そうですよね。なんか中国の属国みたいになってるのが。そうそうそう、カンボジアってもうだからカンボジア、チャイニーズカンボジア、女の子は綺麗ですよ。あ、うん、カンボジアってイメージ、土人のイメージあるけど、それは全くない。綺麗な子多いでしょ。あんまり痛くないですけど。今すごい楽しそうでしょ。楽しそう。綺麗な子多いですよ。そんな感じで、カンボジア刑務所に入ってた矢沢光健さんに特別にお越しいただきました。今日はありがとうございました。いえいえ、またよろしく。何かあればお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。宮古島でした。セラブジャンキーでしょ。